ラリークラブ YouTube バージョンボリューム27、前回問題を出しました。歩道橋の上階段があって、その横に何があるでしょうという問題でしたが、答えはこれでした。ジップラリークラブボリューム27始まるよ。私初めて来たんですけども、はい、このなんか皆さんで賑わってる雰囲気とかすごい素敵だなと思って、はい、すごい初心者の質問なんですけども、ラリーチャレのどんなところがお好きですか？ラリーチャレはですね、はい、ラリー競技でありながら、この地域の皆様とつながって本当に一つのお祭りのようにこう盛り上がれるところがね、すごく素敵だなと思うんで、はい、いや本当に走ってる道とかも気持ちよくって、はい、本当に素敵な、ね、イベントだなと思いました、ね、本当にここ地のね、はもう本当に自然の恵みがたくさんあって、はい、美味しいものもありますし、はい、もうね、ある意味ラリーツーリズムって僕ら言ってるんですけど、ラリーと観光が一緒になって、ね、地域の魅力をね満喫していただく、そんな場になってるかなと思います。ありがとうございます。私も今日ここで夜ご飯を食べて帰りたいと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらには働く車がたくさんあります。救急車だったり消防車、高く上がってるんですけど、こちら実際にお子さんが乗られているということで、こんなに高いの怖くないのかな。トヨタ自動車の中で、TRC というクラブをやってまして、お子さんたちにもっと幼い頃から車に興味を持ってもらおうということで活動しています。実際走られているレーサーの皆さんも、こういうラジコン、カート、実車というのを進まれているので、まあ、その中から本当にもう将来のレーサーが誕生したらなと思います。いやいや、茅野市運動公園の SS スペシャルステージが始まります。私 SS スペシャルステージ初めてなので、音とかその距離感とかちょっと体感するのすごい楽しみです。すごいですね、キュ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 って曲がって、サービスパークに戻ってきました。まもなく競技も終わりということで、結構皆さんこうくつろいでる雰囲気が、なんかこう今日やりきったなっていうね、皆さんの感じがしてとても素敵なんですけど、実際にやっぱりラリー走ってる方はタイムを競っているんですけど、今日私初めてラリーチャレ生で見て、もちろんラリーの楽しさもそうなんですけど、
なんか沿道にたくさん人がいてみんなで応援してるのとか、この地域ですね、地域の実際に車を走って道が綺麗な景色だったりとか、いろいろ楽しみ方があるんだなっていうのを知ることができました、今日は一日たくさん取材したので、次来るときはまた新たな楽しみ方をできるんじゃないかなと楽しみにしております。今日は一日ありがとうございました。ラリーチャレンジ2023 in 八ヶ岳知能のレポート終わりましたけども、やっぱりその土地に来たらその土地の美味しいものを食べたいということで、ちょっと貸してください。今日はですね、馬肉専門店桜作さん、桜肉専門店に来ました。見てください、この美味しそうなローズ、カルビ、もも、生姜をつけていただきます。おいしい、本当においしい。すごく歯ごたえもあるんですけど、噛むとどんどん味が広がってきてすっごい美味しいです。引き続きロースもモモも食べたいと思います。